ビ和湖温泉は、滋賀県大津市茶が先にある温泉。茶が、先温泉とも呼ばれる。和式の内装の、旅程、紅葉10月開業が営業していた。ホテル紅葉を、リニューアルオープンしたもの。京都市に本部を置く、ジャパンレジャーサービスグループの子会社、ビ和湖紅葉株式会社が経営していた。AB、ビ和湖温泉紅葉。実績の紹介、大林組。 2017年5月3日閲覧。近畿地方のご当地ソング一覧参照。公益財団法人記念美術館公式サイト、琵琶湖紅葉閉館へ客伸び悩み施設老朽化。京都新聞2012年10月17日から、抜粋、アーカイブ、琵琶湖温泉紅葉を1月閉鎖へ、琵琶湖畔の純和風旅館。朝日新聞。 http://www.asachi.com コロンススラッシュスラッシュ関西スラッシュトラベルスラッシュニューススラッシュ osk201210170012 ド html2017 年5月3日閲覧大津市の集合住宅券店舗を解体閉館した琵琶湖温泉紅葉の北側で京都紅葉建設ニュース http://cons.news.com スラッシュ ?p=11439 スーパーマーケットバローチャが先店店舗チラシ情報株式会社バロー2017年5月3日閲覧ありがとうございます